はいどうも皆さんこんにちはの中井です、今回はですね、まあ GTA5 やっていくんですが、ちょっとした実験をですねやっていきたいと思います。そうですね、まあだいぶ昔なんですけど、空中歩行バグというものが存在しましたね。それが修正されたと。だったらアップデート消したらね、これもう一回できるんじゃないかということだよね。アップデート消してやってまいりましょうかといったところで、今画面が固まっております。ごめんなさい本当に。まあ今オンライン繋いでない状態なんですね。これでさ、そうですね、まあ消してくんですが、今そのちょうど増設したハードを取ってるんで、強盗アップデートはもう入ってない状態になっております。この状態で、ゲームアプリ GTA5、 ここのダウンロードアイテムで確かですよ、確かインディペンデンススペシャル以降でしたね、確か。ですから、私の記憶が正しければ、フライトスクール、ラストティームスタンディング、あと、何でしたっけまあいいや。まず、ラストティームスタンディングを、まあ消します。で、フライトスクール、消します。なんもんでいいのかな、これわかんない、このパートなんちゃら。あと1個なんかありませんでしたっけ、最近来たやつ。名前が、あー違う、あれ強盗か。うん、インディペンデンススペシャル、そう、ホリデーギフト、あれだ、ウィンターサプライズ、ホリデーギフトってやつでしたっけ、違ったっけ。フェスティブサプライズ、こっちか。ちょっと待って、わかんない。あ、こっちですね。12月19日ってなってますから、そうですね、こっち11月、つうことは、そうですね、これ一旦消しまして、確かなんかのタイミングであれだったんですよね、一気にダウンロードし直したんで、多分このインディペンデンスが、そう、11月19日だと思います。で、あと全部11月19日になってると思うんです。なってなかった。ビジネス、あー、これ最近入れたんだ。そう、入れ直したんですよ、容量が増えたから。こんなもんでいいんじゃないかな。これでまた、じゃあゲーム起動してやっていきましょうか。そうですね、まあやっていきましょう。まあこのなんでしょう、アップデート消した状態でオンライン入るとなんか弊害があると嫌なんだよね。またオンラインやるときには戻すんで安心してください。まあバッシングコメントとかしないでくださいね。まあコメントは嬉しいですけどね、一応してもらえたら。バッシングはあまりありがたくないけど、まあちょっとは、ちょっとは来ますよ。うん、ちゃんと見てくれたんだなみたいな。くだらねえけど。さて、ゲームが、あ、起動しましたね。よかったよかった。ただ私の予想から、本当にごめんなさい、私の予想から言いますと、できないと思います。はい。というのも、まあ、アップデートする際には DLC データとパッチデータが入るんですよ。でパッチデータっていうのは前のバージョンには戻せないんで、うん、つうとやっぱできないんじゃねえのって、こういうバグとかは。そう思いますけどね。どうなんでしょうか。サインにします、します、はい、します、しますよ。はい、接続できませんよ、ネットワーク接続しますか、遊んでる場合は遊んで、これしな、し、ちょっと待って、これだって繋いでね、これ入ってるよね、でもちゃんと入ってるからデータとか引き継げんだよね。うん、こういう聞き方されると困るけど大丈夫だよね、引き継げんのかな。わかんないけど、やっていきましょうか。サインインはしてるもん。最初ピコーンってサインインしましたってなったもんね。いや今さ、できねえのかなって思ってた。さあ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 、気を取り直し。そうですね、まあどうなんでしょうか。あ、そうですね、じゃあ雑談、前回幽霊を近くに見に行った。その時に幽霊の名前をレオノーラ・ジョンソンとか言ってましたけど、あれ全く関係ないですね、よくよく考えたら。レオノーラ・ジョンソンさんは、映画監督に殺されました。あの幽霊は、
ジョク・クランリーの奥さんですね。ジョク・クランリーの奥さんの幽霊ですよ、あれ。で、だ。そうですね。だから血文字でジョクって入ってたんですよ、あれは。うん。さてさて。あとはなんか、話すことないかな。ロードがクソ長いんでね、話す間つなぎたいんですけど、今日はね4月31日です。なんだかんだで今年度、4月31日、奇跡的に4月じゃねえよ、3月31日、奇跡的にできましたけど、おっとおっと、これ最初のミッション、最初のミッションなんてね。あら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 、ちょっと話が違うじゃないか。労働させてくれ。ちょっと待って、サインインするよ、マジで。ここでサインイン。なんで、いやだって接続しなくてもサインインできんじゃん。なんでできねえんだよ、お前。なんでできねえし。いや、ちょっと待って、おかしい、おかしい、おかしい。なんでサインインできねえし。おかしいし。じゃあちょっと待って、待った。じゃあちょっと待った。ネットに繋ごう。ネットに繋ぎます。そしたらもう、それがいい。はい、LAN ケーブルを繋ぎました。サインします。サインイン中。もうこれで文句なくサインインできると思いますよ。はい。ネットに繋いでるんだから。ロード長いけどね。いや、ちょサインしろって言ってんの。サインインしろやん、これね。え、ちょっと待て、一旦待とうか。あ、一回これを入れ直したらきっとできるよ。してねえし、なんでし、なぜしもう一回ちょっとやろうか。アップデート消すとこうなんのかな。一回ね、落ち着いて、もう一回ちょっとこれやって。ね。あら。あ、いて。さあ、どうなるでしょうか。今回は、なんか、ね、クソ動画っぽくなってますけど。ぐだるってか。まあ、実験ですから、実験。そう、実験だよ。実験ですから、まあ。そう、最初から予測がついてると、うん、そうだったねって、その通りだったねってしかなんないけど、実験ですから、やっぱ予想を裏切ってくんないと、実験してる意味ありません。予想がつかねえから実験してるんですよ。これで8分42秒ですか、今。はい。うん。ゲームをやってないっていう。起動画面しか出してないっていう。8分やっときながら。まあすんなり入ってくれると嬉しいですね、今回は。またデンデコデンデンのそのいっちゃん最初から入るってなると、また私は怒りますよ、これ。イングリッシュ、そう、ジョブに入りますよ的なのがそこに書いてありますが、この状態でジョブ、まあオンライン入りますと、まあ弊害があるとは思います。はい、うん。例えば他のプレイヤーの方がね、そのそうですね、じゃコケットクラシック乗ってるとしたら、こっちにはやっぱ異常な感じになってしまうと思うんですね。そのコケットクラシックのデータが入ってませんから、そういった弊害多分起こると思うんですよ。うん。で、まあ私が困る分にはいいんですよ。あの車が消えるとかそういうぐらいだったらいいんですけど、他の方に万一迷惑かけるとなると、これはちょっと困っちゃいますから、オンラインはやりません。そうですね。またロードがこれまたクソ長いということでね、または、お付き合いいただくと、嬉しいんですが、お付き合いいただけないとなりますと、今 YouTube の方も便利になっておりますんでね、その下のバーの方置いていただくと、だいたいどの辺の動画位置になるかっていうのが分かると思うんで、はい、来ました。さて、車の方がありますね。
ではこちらの、いやチート使おう、もうめんどくさい、チートを使って飛んできましょうか。だいたいこっちの方でね、こっちの方でポンと飛びましょう。まあ入江の方に向かいましょう。そうですね、こっちの方でしたね、ヘリポートのあたりですね、ヘリポートのあたりで確かできたと思います。条件は同じ、ただパッチが入ってるってだけですね。このバグはね、ここじゃないな、こっちだったな。軽く道を間違えましたね。確か空中の果てまで飛んでったという私の中でも結構、いい部類の動画に入るんじゃないかと私は自負しておりますが、あの動画どうだったでしょうか。ちょっと待て、オッケー、止まってくれ、サンのフェルトグー、止まってくれれば嬉しい、僕は死にませんから、ね、僕は死にません、僕は死にませんからあなたが好きだからっていうことね。一体何を言ってるんでしょうか。さあごめんね、よいしょ、こちらの入江の方に入ってまいりました。よいしょ、はい、こちらで車を降りる、武器を持つ、こっちの方がいいかな。そしてここに隠れます。でこの辺ですかね、この辺でポッすると、無理ですね、やっぱりパッチデータが新しいのでやっぱできませんよこれ、できません。ということで、まあまあまあクソ動画となってしまいましたが、今回これで終了したいと思います。まとめとなりますが、アップデートを消しただけでは、そのできませんバグは復活しません、そりゃそうだ、パッチデータが新しいんだもん、ということで今回これで終了したいと思います。ではでは次回もまたサンアンドレアスの方で会いましょう。